まあ、路上生活者を出さない、あるいはその家賃の負担に耐えられずに、ですね、まあ、食費も出せないというような方をなくすというのは、まあ、このコロナ禍で拡大をしていることも含めて、緊急対策ですので、これは予算措置等でできる、ですねもう本当にあのできれば来年の予算からやりたいというぐらいのスパンで考えてますし、やはりあの今の持ち家政策について、富裕層に対するものについてはですね、 ここはある程度絞らせていただくということが必要だろうというふうに思っております。ですので転換だということです。その単にいい方だけやるつもりはありません。そこはあ富裕層の皆さんはあ高額のマンションを買われる、高級住宅を建てられる、その時は税などの支援は、それはご遠慮くださいと、こういう制度の中でできるだけ他の分野に影響を及ぼさないで、財源を確保できないかと、まだスタートしたい。我が国の住宅政策は、持ち家政策。 が圧倒的にあのウエイトを占めてままいりましたそれはあの私は昭和の時代は間違っってなかったと思いますたあもう昭和が過ぎた超えて、令和の今の時代にですね、えー、残念ながら持ち家政策を充実させても、おその恩恵を受けられる中間層の皆さんはどんどん細っていてですね、結局恩恵を受けているのは結構富裕層が多いと、そして一方で住宅の個数自体は余っていると、こういう状況の中でですね、 この持ち家政策の転換はですね、やっぱり自民党政権ではできないというふうに思っておりますし、現にしてこなかった。私たちはそこを転換をしていくということです。念のため申し上げておきますが、実は例えばみなし公営住宅で改めて既存の住宅を公営住宅用にするにあたっても、それからエネルギー効率活用化で既存住宅の断熱化を進めるにしてもですね、実は自場の地方の公務店。 の仕事を作ると私たちはやはり大手ではなくてですね、地場の中小の工務店の仕事が増えるという意味でもですね、これは大きな政策転換だというふうに思っています。